どうもかげやんです今日はですね東京都知事選が終わってということについてお話ししたいと思います東京都知事選が終わってですねま小池さんがですねまた再選されたということなんですけどもちょっとこの話題もちょっと古いかもしれないんですけどもそのね都知事選がまあ終わった時にちょっと思ったことっていうのはですねやっぱり投票の仕方ですね 投票の仕方を、ねえー、もうちょっと増やすべきもうちょっとというか一つ増やすべきなんじゃないかなというふうに考えました。というかこれはまあみんな言ってることなんですけどもみんなというかその言ってる人は言ってることなんですけどもやっぱりネットでねその投票できる状態そのスマホとかそういうのでもいいですけどもそのネットからその投票できる状態を作る。 時期にに来てるんじゃなないいいかなととう,ふうにちょっと思いましたねだからその今こうコロナの時期でねやっぱりその投票所でこう人とこう接触するのは嫌やとかあと梅雨の時期でねこう雨降っててちょっと行くの邪魔くさいなとかいろいろねその理由があって理由というかその行かない理由が増えた時にですねネットでできる場合はですねそれが あるる程度解決するとほんまにもう最初からその投票しない人は別としてですね、えー、そのいかない理由を潰していくことによってですね投票率を上げることができるんじゃないかなとでもちろんね今までのようにそのと投票所で投票するっていう形は、えー、そのまま継続したままでですねそれはいろんな対策をしながらやっていくんでしょうけどもそれプラスですね、えー、ネット投票を取り入れるというのが やっぱり今そういうことをする時期に来てるんじゃないかなというふうに思いますね何か理由があってねネット投票をしないようにしてるんであればですねそれはちょっと僕には分からないところですけどもその優秀な人っていうのはいろいろいると思うんでネットのところでこうしっかりとその個人を特定できてネットがあの投票ができるその えー、しっかりとその,その人の投票ということが分かるようにできるように分かるというかそのできるような状態を作れると思うんですよね。そういうことはできる人そういう優秀な人はいると思うんで、えー、ネット投票をできるようにするとです、ね、かなりこう手軽に投票がしやすいというふうに思いますね。ほんでどうせ投票するんならもうちょっとその立候補者のことをいろいろ見ていきましょうと。ほんでその人の意見とかいろんなこう考え方、えー、公約とか そういうものをすぐに見れるような、ねえー、そういう,なんいうかサイトというか、まあ、今あるかもし,しっかり分かんないですけどそういうのをみんながサイトを見たりとかね、えー、するようになってですねこうもうちょっとこう政治に対してですね無関心な状態ではなくてですねちょっとでも関心を持つ形を 取るためにですねネット投票っていうのを取り入れるべきなんじゃないかなというふうに思います。それとですね若者ですね10代20代の投票率を上げるためにですねネット投票を取り入れるっていうのはかなりこうねあのー、その若者が投票する確率を上げることができるんじゃないかなというふうに思いますね。で、えー、っとなんかね理由 がどどかかかにあるんか分かんないですけど若者の投票を取り入れたくないことがあるんであればです、ね、あのそういうことは進まないかもしれないんですけども、えー、若者っていうのはこれから将来に向けて、ねえー、あのこう日本をこう引っ張っていく存在になっていくんで,です、ね、政治の方にも関心を持つ人間っていうのは結構いると思うんで,です、ね、あのネット投票っていうのは必要なんじゃないかなというふうに、えー、思います。 でえー、どの年代であろうとねその政治に興味ないというか僕もそんなに興味ないですけれども興味ない人間というのはもちろんいますしそれは若者だけじゃないんですよねだからそういう人は、えー、わざわざそこをターゲットするんではなくてですねそこそこその,、ね、その政治に興味を持ちそうな人らに、えー、投票に行くような。 確率をを上げるたためのことをした方がいいんですね。そのためのネット投票やと思うんで是非、えー、取り入れていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで今日は東京と実践が終わってについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます。